はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエストビルダーズ2、やっていきたいと思います。パート5ですかね。とりあえずチャコさんに話しかけたら物語が進むっぽいので、これはすごいです。チャコさんとあんたが作ったんですかということで。そうだよね、よくよく考えればびっくりマークのところで物語が進んでいくんだよね。そんなおぞましきもの我が輩は信じぬ、行くぞポンペって。ビルダーに恨みでもあるのかよ。ビルダーは絶望を振りまく存在、島の人にとっては悪そのもの。そうなんだ。私はビルダーを悪なんて思ってません。今はむしろその逆で、も古くからの教えのせいでドルドンさんは素直になれない。実は私、畑を作った間に思い出したことがある。鐘が見えますか。あ、そうだね、この前鳴らしたよね。島を訪れたビルダーは島民にものづくりの素晴らしさを示し、集めた力で鐘を鳴らした。人々をものづくりに目覚めさせ、自分と村そのもののものづくり力を高めた。ミカミックスさんが拾ってるというあれと関係ありそうだと思いませんか。ハートね。今まで集めたあれを使ってビルダーの鐘を鳴らしてみてください。あ、ビルドレベル、ほう、そう、石の家ね。意外にね、材料足りなくてすげえ小さいすげえ小さいですけれども、まあ石の家で、まあ、過ごした方がね安全なんで、これでやっていこうと思います。拠点は小さくなっちゃいましたけど。あ、これにヒノキの棒とか捨てられてんな。普通にベルを鳴らす。島全体に広がった。ビルドレベル1、今まで0だったんだ。ものづくりに目覚めた。畑を耕すようになった。水をまくようになった。そしてさらに、え、何、たくさんのレシピをひらめいた。ひらめきすぎだろ。階段、ああすげえ、階段とか2階建てできるの。両扉、あ、扉作れるようになったの、でけえな。これでどこにでも家が作れる。並べると両扉、積みわら、テーブル、椅子、あー、これすげえ広い家作れた。あ、収納箱、これだ、これが欲しかったんだ。で、ロープ、巻き材、農具飾り、飾りなの農具ではないの。飾り家具って書いてあるね。まあいっか。いや、ビルドレベルもどんどん上げていきたいな。体の内側から物を作る意欲が湧いてくる。畑を耕したくて仕方がない。収納箱、木の家具で我が輩たちが住む場所を作ってくれる。え、お前らの場所、いつまでそんな偉そうにしてる気だ。お、協力してくれるんだ。朝起きて畑を耕し、夜は眠る。住民たちの暮らし、村にある部屋や時間によって行動が変わる。一日中ずっと畑で働いたりはしない。それは寝るっしょ。よし、次のレベルで住人が早く畑を耕す、早く水やりする、新しい仲間が増える、作業台で作れるものが増える。おお、いいね。かけらを集めて鐘を鳴らす。なるほど、達成。え、もう1レベル上げてえな。そうするとあと289、全然足んねえや。ちょっと待ってね。ものづくりに目覚めてくれましたと。まともな土がない。そうなんだよね。しかもキャベツしか作れないからね。どうしてビルダーが悪なんだ。キャベツの他にもう一つ種を持ってた。これ受け取ってください。不思議な種、なんだこれは。
持ち物がいっぱいですって特別な力が宿っている。小脇に抱えた種、あそこ見ろよ。お、めっちゃ光ってるよ。ビルダーと種が反応してって、不思議な種。あの光ってる場所に植えてみる。よし、持てないけどね。ちょっとロープ一回置くか。そこには置けません。ここでいいや。よし、じゃあここに植えるか。不思議な種がゆっくりと根を下ろした。これは一体とんでもないものなのかも。破壊神様のバチが当たるんじゃって。破壊神なんだそいつは。破壊神様のことを知らないんですかって。何これ、チャコってそっち派なの。ビルダーが悪だって知らなかったんですね。道理で話が噛み合わなかった。大神官ハーゴン様が説くハーゴンの教えが信じられている島。そうなの。ものづくりを悪とするハーゴン教団の信者なんです。なに、大変っす。木の光を見て教団の副総督様が、え、いたのそんなやつら。あそこだ。お前たちここで何をしている。いや、もう別に何して、ちょっと待って、いきなり来たんだけど。なんだこの木は、まさか何か物を作っておるのでは。何、ここで農園を作ってるだと。わしが治めるこのモンゾーラ教区で物作りに手を染めるなど。すいませんっす、許してくださいっす。畑やキャベツを作ってもらった。ビルダーのミカミックスさんは悪くありません。何、ビルダー、この眠たげな若者がビルダーだと。よく見ればこの木は、この木を知ってやがるのか。あ、そう、シドが言ってんのか。これは島に緑をもたらす恵みの大樹に若木。わしはこの木を見て気が変わったぞ。え、なんで。教団本部には秘密でこの木の育てることを許してやろう。しくじれば命はない。どうやって育てんの。島には大樹を育てる方法が残されている。特別に教えてやろう。ミッション大農園の道。キャベツを15個収穫すべし。結構簡単そうだな。キャベツはかつてモンゾーラの特産品。種が足りないなら自分で集めろ。小麦を50個。あー、小麦ね。地べたを張って探すことだな。畑を50マス。広大な畑こそモンゾーラの風景。大農園を作る足掛かりとして50マスの畑を作る。健康な土が足りないなら土をきれいにする方法。恵みの大樹のことは我が輩も見にしたことがある。とある巨木が島の緑を守っておった。新しい大樹を育てれば大農園の復活という夢が叶うかもしれない。こんな怪しいやつ信じていいのか。確かに破壊神様の生贄にしてやろうか。今この方法しかなさそうです。うん、まあいいでしょう。大樹のことはわしに聞くかよ。キャベツ作りからね。キャベツなんて勝手に育ってくれるからね。あれ、こいつまたなんかミッション発生してんな。ちょっと待ってね。あれを作りたいんだよ、その箱みたいなやつ。ちょっと余計なもん作っちゃったな。家に帰ろう一回。お前らだからなんで勝手に入ってくんだよ。チャコさん寝る場所ないよ。申し訳ないけど、その場で寝やがった。そこまでしてさ、狭いんだからこの家やめてくんないかな。石を調達してくるか。また多少のものづくりだったら裏方でやっちゃった方が良さそうだね。ちょっと待ってね。作りたいのは収納のやつ。生活家具なのか。これ木材で作れるな。ちょっと1個作りましょう。もうちょ、結局作ったところで持ち物がいっぱいってさ。これいらないのよ。これ
ヒノキの棒を、ちょ待ってね、一回捨てる。で、ほい。収納箱にアイテムを入れよう。で、家の中今狭いから、パクられそう、こんな外に置いておいたら。やっぱ家に置くか。この間に置いとこう。よし、開く。で、ちょっと待ってね。いらなそうなの。油、ちょっと今いらないな。薬の葉は持っておくか。臭いと今いらないっしょ。紐もいらないっしょ。枯れ草。木材ちょっと持っておくか。木の柵はマジでいらない。いるこれ。一応預けとこう。白い岩。ひび割れた土。キャベツは持っておく。小麦の種。あれ、小麦の種いつ手に入れた。まあいいや。畑をもうちょっと綺麗にしたいんだよな。これちょっとさ、微妙だよね。マス目的に。だって大したあれじゃないっすね。眠たいっす。あと、そうか、家だ。まず家をでかくしようそこからだな。家でかくするためにこの石の家にしたいんだよ、やっぱ俺としては。な、土のさ、泥のあれじゃなくて。あっち側なんかでもいろいろとありそうだな。岩こっから調達してくる。間違えた、こうか。これ岩だよね。あ、岩だ。あれ岩じゃねえ、微妙に違う。ちょっと待って、道具を見る。つぶつぶ岩。何が違う。え、白い岩の方がいいわ俺。つぶつぶ岩なんかより。ああ、これ全部つぶつぶ岩っぽいな。いや、つぶつぶ岩は嫌だ。まずこいつは始末しよう。ザコ、おら、回転切り役立ってんのか。役立って、すげえ寄ってくんだけど。甘い。暗いはせんよ、その程度。結構射程長えな、あれ。これは何。じゃあ硬すぎる、どうにもならん。とりあえず上に登っていこう。無理か。あー、登れねえわ。いつかなんか2段ジャンプとか、ジャンプ力が上がるやつとか増えてくんのかな。これは何の岩。ひび割れ土か。ひび割れ土って、畑になるの。この辺のやつダメでしょ。あの、畑が何でできてるかだけ調べたいんだけど。これ多分大丈夫だよね。これもしやひび割れ土。いや、ひび割れ土っぽい。ひび割れ土でいいのかな。先ほどなんでこんなとこにあんの。超邪魔なんだけど。畑、いや、ちょっと調べたい。これ大丈夫なやつだよね。あー、やっぱあれだ、土だ、普通の土だ。ひび割れはどうなんだろうな。植えられるのかな。ここに置いて、要は植えられるかどうか。あれ、耕してくれる。え、どうすればいいの。これまだ取れないか。いや、土とひび割れ土は多分違うな。やはり土を探し出さないとダメだ。これさ、ここら辺のやつ壊しちゃったらさ、水どうなんだろう。まあいいか。土を探すのも一苦労だし、てかアイテムのさ、圧迫量がすげえな。一応石の剣回収しよう。上から入れっかね、うち何気に。石の剣ちょっとじゃあ預けよう。え、これもさ、でも収納箱も数に限りがあるね。あ、土。あ、土1個もらっとくか。木材。木の作業台いらない。ひび割れ土か。乾燥しちゃってんだもんね。つぶつぶ岩がいらないんだよな。泥。作物が育たない土。
なるほど、難しいな。土にもいっぱい種類がある。あ、ここら辺のやつちょっと回収しよう。間違えて食っちゃったよ。ほい。本とかって何なの？どうやって読むの？ボロボロになった本。まあ、いっか。ああ、柵とかもなんか作っておきたいね。あと296ってめちゃくちゃかかんな。ハートはちょい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 回収した方が良さそうだね。耕してくれてる？あ、ちょっともう一回お願いします。健康な土。あ、やっぱり健康な土か。同じ場所に同じ野菜が育つ。種を植えた土をハンマーで壊す。なるほどね。あ、植えられる。あ、ひび割れのところはやっぱダメだ。なるほど。これキャベツまだなってないのか。小麦は小麦でなんかやっぱりな。いや、気になるな。ちょっと一回壊しのやつぶっ壊そう。種が戻った。はい、ちょっとかかしも一回壊す。ここら辺をね、一回大改造しよう。ちょっと待ってね。ここら辺を一回ハンマーで壊して、畑となるスペースを確保する。何マスかける何マスだったっけ。いや、ここら辺も一回破壊しよう。邪魔だ。いや、俺が今からここの畑をね、きっちりした形にする。いや、これこだわる人めっちゃこだわるね。どうでもいい人は形なんてどうでもいいんだろうけど。いや、これはでも面白いわ。やっぱりこだわる人であればあるほど多分面白いね。で、あんまりなんか畑が近すぎてもあれなんだよな。ここら辺もちょっと破壊しとくか。一列泥ばっかりだな。水がすぐ撒けるように、よし、こんなもんにして。いや、ここもちょっと破壊しとこう。出てきたな、石みたいなのが出てきた。よし、ここだな。ここの地に、まず重要なのは土。これを5個ずつ並べていこう。じゃあここに1、2、待ってね、3、4、5で、あと14個か。で、ここは、なんていうの、その、人が通るとこ。人が通るとこだから、ここに、また、1、2、3、4、5。で、9個か。で、ここ。これ畑っぽくない？だって、こうすれば。あ、かかしをやるところも作んなきゃいけないからな。ここ2列開けとくか。2マス開けておいて、で、ここにじゃあ置いていこう。ほいほい。で、あと4つ、あと4つだから、こっちは1個置いとこう。もう1列ずつ、ほい。で、ここからじゃあ泥を埋めていこう。泥で、段差を全部埋めていく。泥の上にいるのか。だったらなんかひび割れ土の方が良くないか。まあ、今ちょっとそこまで言っているあれはないな。泥で埋めていこう。じゃあ、ほい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 。
これ一個ずつやっていかなきゃいけないのか。ああ開いちゃった穴が。ちょっと待って、一応2段までできるからね。外堀から埋めていかないとちょっとめんどくさいことになるな。カカシが何マスだったかもう覚えてないんだけど。あーしまった。ほいほい、はい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 、結局だから壊したやつ全部泥化しちゃってるんだよね、この土地的に。うわ間違えたー。まあいいや、ここに埋め込んで、はい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 、しまった。あーしまったしまったしまった。だからこれを持つにして、はいで置く、はい全然違え、はいこれをここに、はいよし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 、はいはいよし、オッケー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 。いや畑の土が少なすぎる。しまった。えどういうこと。なんで穴が開いちゃうんだけど。ここに入れたい。オッケー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 。でこうよし、とりあえずここでかかしを、まあ、ここに置いとくか。あ間違えちゃった。ほい畑、あこのマスだね。ここを中心に、畑ができて、あとはこの2列にキャベツの種を植えていこう。あれ耕さなきゃダメってこと。ちょっと待って、ちゃこっち分かんない。はい健康な土でしょ、あれ大丈夫でしょ。だってかかし、え土にかかしを植えなきゃダメ、もしかして。いやそんなことないでしょ。ちょ耕してくれるのを待つか。じゃあ、あいけいけいけ、耕せ。あいいね、耕してね。そっかそっか、これを耕さないといけないんだ。なるほど、これで変わった。ここ多分いけるな、キャベツの種。あいけるいけるいける。まあシュッシュで、あオーケーオーケーオーケー。いやこいつ頑張ってんな。でここはキャベツゾーンにしたいのよ。でこっちに小麦、小麦ゾーンで、マス目的には6マスでしょ。まあいいか、植えられるだけ植えてこう。よし頑張れ頑張れ。これキャベツだ。種、はいはいはい、お前が耕したところをすかさず植えていく。どうだ、あもう植えられんじゃん。急いでくれ。置けません。はい、いやもう全部植えちゃおう。よし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 、はい、あと1個。 OK で全部で50マスにすればいいのか。ってことはだよ、何マスある。16マス17マス18マスか。もうちょっとってか、もう結構だな。じゃあ畑作業はあいつに任せよう。でじゃあこいつの話を聞く。島の副総督、大樹に興味がある。破壊の教団なんか信じた、あんなダサい格好のやつらを。生まれた時から信者。ああそうなんだね。キャベツは食べてみた。あ食べたよ。え一度キャベツを食べてみてくださいっす。えどういうこと。結構食べてるよ俺。すごいっす。物を食べると満腹の体力が回復する。回復薬があまりない。
畑を作りたがってたチャコさんに誘われてここに来た。教団にバレないかビクビクしていた。吹っ切れた。教会でハーゴン教団を抜けるのか。結構簡単に抜けられるんだな。わしがここにいることを忘れたかって。あ、また来たこいつ。ちょっと待って、ハートを回収しておこう。チャコにこの場所を聞き半信半疑についてきた。まさかビルダーと物を作ることになる。当然ながらビルダーというのは家を作ることもできる。そう、できるよ。素材を集め、赤い扉がついた壊れた家を寝室として作り変えてほしいのだ。2段以上の壁と扉で部屋を作ってくれ。ああ、まあそうだね。壁はその辺の泥でもいいけど、木材の壁とか板の床などを使うとさらに生かした部屋となる。藁2つと明かり。いや、もうできてるよ。お前ら勝手に入ってきてただろ、さっきから。ビルダーとは、共に住む人々に家や食べ物を与え、暮らしやすい環境を作るもの。長年悪だと思っていたが、ビルダーの素晴らしさを見た。我が輩はあの鐘の音を聞いてから物が作りたくてどうにもうずうずしている。ハーゴン教団を抜けビルダーとなろう。おお、いいね。部屋は全ての基本。島のビルダーとして他の住人のための部屋を作ってくれ。畑を広げていくには種が必要。気を利かして探しておいた。おお、いいね。ヒゲに絡まっている。なんだそりゃ。あ、キャベツか。新しい種ではないのか。まあ、ただ空いてるからね。お、いいね。ちょっと待ってね。キャベツの種をじゃあ2つ植えよう。ここ2つ分。お、ちょうど水をまいてるところだからね。キャベツの種も増え、大樹のお題がますます進む。我が輩たちは早起きし、ん？我が輩たちは朝起き、しばらくしたら仕事をする。そして夜は眠り、次の日の仕事をする。寝床らしく飾り立ててはくれるか。農具飾りと巻き材、より特色のある農家の寝床。は、そういうことね。OK、いいだろう。作るか。どれだっけ。飾りだよね。巻きと、巻きとなんて言ってたっけ。農具飾り。あー、石材かー。石材向こうの方から持ってこなきゃいけないんだよな。一番近い石材、あ、このままでもまっすぐ行けば、あの鐘の音、あれ、これす、前回の鐘の音とは違うところ？あ、と違うとこだね。あれ？一緒？あれ？特に何にもない。これを何でどうすんの？マジで意味わかんないんだけど。これ、つぶつぶ石材でしょ、だって。白い石、泥。あれ？石材ってどれ？あ、これか、石か。つぶつぶ石材はちょっとやだ俺、こだわり的に。石材をこれか。よし、 OKOKOK。 意外にすぐ見っかったな。じゃあ作ろう。これで農具。トーテムドラキーさ、キャベツとか必要なの？意味不明すぎるんだけど。まあいいや。よし、でこれを、ハート、ハート、ハートゲッチュしとかないとね。次のレベルまでだいぶ遠いからな。じゃあここら辺に飾る？農具飾り。おい、そこには置けません。これと、え、夜の魔物に注意。夜だけに現れる魔物がいる。部屋に隠れてベッドで眠り、朝を待とう。魔物は朝になれば消えてしまう。え、どこにいる？こいつ大丈夫？外に出てるけど。じゃあ薪をここに置いて、農家の寝床。ハート、ハート、ハート。ちょっと待って、なんでみんなさ部屋に入れないんだけど。家が小さすぎてさ、こいつら入れないんだけど、かわいそうだな。部屋に家具を置き、農家の特色ある寝室にしてくれた。
農家の寝床になったことに気づいたが、物を置いたことで部屋に特色がついた。住人が部屋を使えばその喜びで物作りのかけらを落とす。特色ある部屋なら落とす量も増える。寝室もできて準備はバッチリ。これで大樹のお題に挑んでいきます。大きな畑を作るには腐った土、そうなんだよね。不思議な一族がいる。腐った土を元に戻す。土のことは後で考える。種で畑を広げる。キャベツの種、いやキャベツ、小麦粉の種が欲しいんですけど俺。まあいいか。このドラキー怖えな。ここに置いてあると、部屋に入った瞬間ドラキーがいるからね。これはもう植えてあるね。あとはちょっと夜の魔物とかいないからね。3つのお題ね。あ、ちょっと待って、これ1回1回見なきゃいけないのか。さて家だね。これもうちょっとやっぱりでかくしたいな。40個って全然足んなかったな。2つずつか。石調達してくるか。持てるだけ調達してこよう。そんなわけで、まあ、ちょっとずつね、先へ進んでますので、今回はこれで終了して、また次回はね、ちょっとこの家、大きくなったところから始めていきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。